この動画では福島市で新型コロナワクチンを接種する際の当日の流れを集団接種会場を例に説明します。こちらで検温とアルコール消毒をお願いいたします。接種検討をお預かりいたします。ありがとうございます。では予約の方、間違いなく取れておりますので、受診票の確認させていただきます。受診票も記入が済んでおりますので、それでは本人確認書類をお願いいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それではこちらを持ってお進みください。当日の持参物は、接種クーポン券、健康保険証、記入を済ませた予診票、お薬を飲んでいる方はお薬手帳、これらをお持ちください。接種クーポン券や健康保険証がないと接種できません。接種クーポン券をなくした場合はコールセンターにお電話ください。こんにちは。こんにちは。では予診票の内容を確認させていただきますね、はい、お預かりします。はい、します。はい、ではまず熱を測りますので、はい、おでこをお願いします。はい、はい、6度3分でした。大丈夫ですね。はい、クーポン券に同封されていたワクチンの説明書は読まれましたか。はい、はい、ご理解いただけましたでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。あとは、病気を見てもらっている先生に、はい、今日の予防接種は大丈夫と聞かれてましたか。はい、確認して大丈夫と言われました。はい、ありがとうございます。それでは順番が来るまでこのままお待ちください。こちらお返しします。はい、予診票をお預かりします。お願いします。はい、予診票の内容に問題ありません。何か聞きたいことありますか。特にありません。はい、そして以上で予診は終了となります。はい、はい、ありがとうございます。ではバインダーお預かりいたします。はい、お願いします。はい、はい、ではどちらの腕に接種しますか。利き腕ではない方をお勧めしています。じゃあ左でお願いします。はい、じゃあ肩を出してください。はい、はい、じゃあ楽に腕を下ろしますね。はい、じゃあ接種しますね。はい、終わりです。お疲れ様でした。はい、ではこの後15分の経過観察になりますので、はい、こちらに書いてある時間まであちらで座ってお待ちください。はい、わかりました。ではバインダーお預かりいたします。はい、お願いします。はい、では時間の方経過しておりますので、はい、大丈夫でございます。そしたら予診票と接種券をお返しいたします。はい、接種券なんですが2回目の接種の際にも、必要となりますのでなくさないようにお待ちください。はい、ありがとうございます。2回目接種用の予診票はお持ちでしょうか。あ、なくしてしまいました。はい、ではこちらですね、はい、事前にご記入いただいて次もお越しください。わかりました、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。持病がある方や過去に重いアレルギーを起こしたことのある方は必ずかかりつけの先生に接種を受けてよいか確認してください。確認していない場合、接種を受けられない場合がありますのでご注意ください。